バッテンです。初見での思考力第1項ということで、今日は具体化について解説していきたいと思います。まず全体の流れですけれども、最初に具体化のイメージと、あとよく使う場面を紹介して、その後具体的な思考プロセスを2つ紹介します。1つ目が変数を具体化するっていう話で、それに関する例題を3つで、思考プロセス 1-2 として関数を具体化するという話をして、こちらの例題を1つで、最後にこれまでの過去問を紹介して終わりたいと思います。まだ前回のガイダンス見てない方は必ずそちらを見ていただいて、このシリーズの使い方とかレベル感を確認してから見てみてください。ではまずイメージについてですけれども、具体化って要するにどういうことかというと、なんか抽象的なものがあった時に、抽象的なままだとあまりこう頭にスッと入ってこなかったりするので、そういった設定の時とか、あと式が与えられている時に何か自分で具体的な値を代入してみたりとか、具体的に数式を日本語で言い換えてみたりとかすることによって視界を晴らすと、そういう思考プロセスになっていきます。例えば変数 n で与えられていて、なんか、よく旧定大の問題でもありますけれども、ゲームのみたいな確率を考えるときに、n で議論していくのはよくわかんないんで、そこを小さい値で実験していこうとか、あとはなんかこれこれこういう確率を pn と置くみたいな、なんか日本語があったときにそれを数式に抽象化されていることもあるので、それをあえて具体化することによって立式とか処理がしやすくなるっていうことが多いです。で、使う場面ですけれども、経験則としてはやっぱり理算的なものが多いなと感じます。具体的には確率とか整数とか数列とか関数の定義域が飛び飛びの整数だけとかになっているようなテーマでよく使う傾向にあるような気がしています。もちろん解析的な問題であっても、問題文が抽象的な時に具体化するっていうのは有効なことは多いですが、これらの問題で今のところよく使う傾向にあります。じゃあ具体的に今回は思考プロセスを2つ紹介します。まず 1-1、 変数を具体化するっていうことを考えてみます。どういうことかというと、さっきも話した通り、変数があった時に n のままだと考えにくいので、具体的な考えやすい値を代入することによって視界が晴れて立式とか処理がしやすくなるというような考え方です。これ自体は納得できる方も多いんじゃないかと思うんですが、じゃあ考えやすい値を何にするかというところが結構重要でして、2つあると思ってます。で、1つ目はよく実験するって言われることも多いですけれども、つまり n のままだとよくわかんないんで、とりあえず小さくて計算しやすい値を入れてみて、整数問題とか数列の問題でもよくありますが、実際に n イコール1の時とか2の時とか3の時とか計算していってみるっていう発想、これ後で例題 1-2 を通じて確認します。ただこれだけではなくて、ただただ小さくて計算しやすい値を入れればいいかっていうと、そうではなくって、目的に合った、ここ大事ですね、目的に合った特徴的な値を代入することによって、その後の思考がはかどることもあります。これ例題3で扱うんですけれども、この値を代入することによって候補が絞れるよねとか、そういった発想になります。で、この特徴的な値を何にするかっていうのは問題に応じて考えるべきところになってきます。大きくこの2つがあるかなと思います。で、この変数を具体化するっていう思考プロセスは、もちろん自分自身でですね、そういう癖を身につけておくことも大事なんですが、旧定大の問題これまで解いてきて、結構括弧1でやらされることも多いなと思います。特に確率全化式のゲームみたいな問題の時とか、 P1P2 を求めようみたいなのが括弧1でついてきてたりするんで、誘導に沿ってですね、自然とそういう発想になっていることも多いですけれども、そういう問題がなくても変数を具体化することで抽象的な問題文の設定とかを理解して、その後の立式につなげるという発想をぜひ身につけておいてください。じゃあ具体的に3問解いていきます。まず例題1、これ良問演習 1A2B100 選の第49問そのものなんですけれども、こちらの全化式を解けという問題をぜひ考えてみてください。よろしいでしょうか。まず自然な発想としては、全化式解けって言われた時に、まずは定積系、いわゆる二項間全化式で特性方程式で解くものとか、三項間全化式とか、あと解差型とか、なんかこれはもうノーヒントでサクサク手を止めずに解きましょうみたいな全化式のパターンっていうのがいくつかありますが、まずそれで対応できるかっていうのを確認します。で、それでも対応できないなという時に初めて、どうしようかっていう、初見での思考力が問われてきますよと。っていう時に、今回は A1 が与えられていて、この N と N たす1の関係式によって A2A3 と求めていけるので具体化をしてみます。じゃあ実際計算していくと、 A2 っていうのが全化式に N イコール1を代入して、2分の2プラス2分の1で2分の3で、 A3 はっていうと N イコール2を代入して3分の2プラス
2分の3分の1なんで3分の2で3分の4と、まあ鋭い方はここで気づくかなと思うんですが、この A1 イコール2っていうこの2を1分の2だと捉えれば、最初が1分の2、次が2分の3、次が3分の4なので、じゃあ AN っていうのが N 分の N たす1になりそうだと予測ができます。でこれが具体化によって見えてきたものですね。じゃああとはこれが全ての N で成り立つことを示せばいいよねということで、この後の立式とか処理の方針が立ちましたと。でここから先はもうほぼほぼ定石化してる方も多いと思いますが、前化式があって、でこの前化式っていうのが N と N たす1の間の関係式になってますよということで、それに対して全ての N で成り立つことを示すっていう時に、やっぱり機能法と相性がいいと、 N を仮定して N たす1を示すみたいな時にこの前化式が使えるので、機能法が相性がよくって、じゃあ予測してあとは機能法で示せばいいねというような発想になっていきます。まあ、この問題自体はですね、まあ、すごく簡単で、もう一般項を予測して機能法で示すみたいなとこまでもうワンセットで定石化している方も多いと思いますけれども、まあ、この簡単な例を通じて具体化っていうのが、まあ、どういう頭の動きなのかっていうのをぜひ整理してみてください。じゃあ次、同じ思考プロセス 1-1 を使った例題解いていきたいと思います。整数問題ですね。2の N 乗プラス1が、まあ、N を自然数だとして、この値7で割り切れるような N がありますかという問題です。まあ、ぜひ動画を止めて考えてみてください。よろしいでしょうか。まあ、これも2の N 乗プラス1と、まあ、ここに変数 N が入っていて抽象的な式になっているので、とりあえずは具体的な小さい N で実験してみたいと思います。まあ、これは N が大きくなりすぎるとですね、計算するの大変になっていくんで、まあ、自然と小さい N で実験しようっていう発想は出てくるかなと思います。そうすると N イコール1の時、2プラス1で3で、7で割った余りも3、N イコール2の時は5になるので、まあ、余りも5、 N イコール3の時は、9ですね、なので割った余りは2、 N イコール4の時は16プラス1で17、 N で割った余りは3、 N イコール5の時は33なので余りは5、 N イコール6の時はっていうと65なので余りは2ということで、3、5、2、3、5、2と、まあ、繰り返していきそうだなっていうことが見えます。まあ、ということは割り切れる N はなさそうだなっていうことは見えるんですが、まあ、この具体化によって方針が立って、じゃああとはこれをどうやって示せばいいかっていうと、例えば AN たす3マイナス AN、まあ、これを計算して、まあ、これが7の倍数になるということを示して、まあ、つまりここですね、ここが3つ飛ばしで N の倍数になる、すなわち割った余りが同じになることを言えば、この352が永遠に繰り返すっていうことが言えるので、これで N が存在しないっていうことを証明できるということで、まあ、この具体化によって繰り返すことが見えて、あとは方針が立って立式して処理していけば OK ということで問題が解けます。ただこれに関して言うと、前回のガイダンス動画でも話したんですが、まあ、どこまでを定石として把握しておくかっていう問題も入ってきて、これは実は知識をそれなりに入れておくと、もうなんか最初の思考プロセスみたいな話もそもそも具体化しかないよねっていうことが見えます。つまりどういうことかというと、まあ、2の N 乗プラス1のままだとちょっと考えにくいんで、とりあえず2の N 乗について考えます。で、7で割った余りって何種類あります？これ7種類、つまり0から6と7通りありますということは、2の N 乗っていうものが、まあ、N イコール1、2、3、4、5、6、7、8…と続いていくんですが、例えば1から、まあ、少なくとも8まで調べれば、2の N 乗を7で割った余りっていうのは必ずこの中にかぶりが出てきますよね。なんでかっていうと、7種類しかないんで、この8個取ってきたら必ず7で割った余りのうち同じものが2回以上登場してきます。で、今回だと N イコール1の時に2の N 乗を7で割った余り2ですね。で、N イコール4の時も2が出てきましたよとなった時、ここが同じものが出てきた時に、じゃあその次はどうなるかっていうと、必ずこことここは等しいんですね。これはなぜだか分かりますか？例えば2の1乗っていうものが 7×0+2 と、で2の4乗っていうものが 7×2+2 で、どっちも余りが2なんですが、これに結局どちらも ×2 をするんですね。ということは、まあ、ここの 7×0 とか 7×2 の部分は
どうせ7で割ってもあまりは0なんで、効いてくるのはこの2の部分なので、ここをかける2したところでやっぱり4であまり等しいんですね。いうことが知識として入っていると、じゃあ1から8まで、まあ最悪8まで調べれば必ずここで同じものが出てくるんで、そしたら繰り返しになると、その繰り返しのルーティンの中に0が入ってなければ7で割り切れることはないっていうのはもうわかるので、じゃあもう具体化、まあ、つまり最悪8まで調べれば OK ということがもうわかるんですね。という感じで、まあ、この必ずどっかで余りが等しくなるような N が発生して、それ以降はその繰り返しになるんだっていうことが、まあ、知識として入っていると、具体化を思いつくというよりかはもう具体化しかないっていう感じで、もう思考の余地が減っていきます。まあ、ちなみに今2の N 乗で考えましたけれども、2の N 乗プラス1っていうのは結局このそれぞれの余りがプラス1になるんで、まあ、話は全く同様で、結局繰り返しになるということなんで、まあ、具体化していけば N があるかどうかっていう判断はすぐにできるなということが見えます。はい、では例題3ですね。まあ、これは例題1、2と違って小さい値で具体化するっていう、まあ、実験するっていう話ではなくて、特徴的な値を入れて具体化しましょうという問題になります。ぜひ時間を止めて考えてみてください。よろしいでしょうか。これはなんで具体化したくなるかっていうと、これシンプルに、まあ、3つあるんで、大小比較するとなると 3C2 で、まあ、3通りあるわけです。で、まあ、運が良ければ最初の2つで決着がつきます。例えば ABC として、まあ、まだ調べてないですが、A 小なり B で、次 BC 比べようと思って B 小なり C が出たら、もうこれで大小決まるわけですが、例えばこれが A 小なり B で2個目やって B 大なり C となった時に3つ目が発生してくると、つまり A と C の大小関係を調べないといけなくなるんで、結局、まあ、最悪3通りの大小比較が必要になります。ですが具体化することによって候補を絞ることができます。つまりルート3よりも大きい A ということで、まあ、A っていうのはよくわからん数なんですけれども、まあ、そこの A に具体的な数を入れて、この3つの値を計算してみる。まあ、ルート3も決まってますけれども、計算してみて、そしたらもう大小、これが一番大きくて、次これで、最後はこれでってわかるんで、そしたら、もう比べるパターンっていうものが2つで済むと。つまり、まあ、こうだろうなっていうことが見えたら、あとはこの2つを証明すればいいんで、2つで済みます。ということで楽ができる。じゃあ、何で具体化するかですね。という時に、今回は別に小さければ小さいほどいいということではなくって、まあ、ルート3より大きいところで計算しやすい、まあ、考えやすい A っていうものを取ってくればいいよねと。じゃあ今回はルート3より大きくて、まあ、考えやすそうな A 取ってくると、例えば A イコール2で考えると、じゃあ A っていうのはどうなるかっていうと、3分の5、まあ、1.66 点点点と。じゃあ B はどうなるかっていうと、1プラス4分の3で 1.75 点点点で、 C はっていうとルート3なので、人並みに大ごりゃですねっていうことなんで、 A 小なり C 小なり B っていう予測が立てられます。じゃああとはもうこれで候補が絞れたので、 A と C の大小関係、 C と B の大小関係を示せばいいという方針が立ちますし、まあ、処理が楽になると。最悪3つ試さないといけなかったのが2つで済むんで楽と。まあ、あとの不等式の証明は各自やってみてください。まあ、A と C に関しては引き算して、まあ、ゴリゴリやっていけばいいかなと。で、B と C ですね。に関しては、まあ、差を取っても良さそうですし、まあ、これは相加相乗でいけそうな香りもするので、まあ、ぜひ考えてみてください。では、次の思考プロセスですね。思考プロセス1の2、関数を具体化するっていう話をします。さっきの1の1は変数を具体化ですね。まあ、ある変数、N とか A とかに具体的な数を入れて、方針を立てやすくするという話でしたけれども、今回は関数を具体化する、まあ、どういうことかっていうと、よく出てくるのが、まあ、抽象的な離散関数ですね。要するに、まあ、定義域が整数とか飛び飛びのものになっていて、抽象的な形で設定されたもの、ゲームの問題とかでなんかこれこれこういう確率を PMN と置くみたいな、なんかもう文字がたくさん出てきて大変そうなもの、頭にスッと入ってこないものを元の日本語で言い換えると、数式を日本語で言い換えて視界を晴らすという作戦です。まあ、基本的にはやっぱ数学の答案書いていくときって日本語を数式にしてっていう話が多いと思うんですが、具体化なので数式のままだと抽象的で考えにくい場合に日本語で言い換えてやるというような発想になります。なんでこれをしたくなるかっていうと、これ立式がしやすくなるんですね。例えば一般項を求める問題、この PMN っていう、まあ、上の例だと最後に例えば PMN を求めてくださいねみたいな話になったときに、
これを日本語で言い換えることによって方針が立ちやすくなって、まあ、一般項を求めるときって直接求めるか、まあ、理算的な場合は前科式を立てて求めていくかっていう方針があったりするわけですが、まあ、これを選びやすくなるよと。日本語で言い換えることによってこれをじゃあどうやって考えていくか、どういう理式ができるかっていうのを考えやすくなります。まあ、具体的に次例題で確認したいと思います。で、今数式を日本語で言い換えるっていう話をしたのでちょっとついでなんですが、これちょっと具体化とも少し違う気が個人的にはするんですが、日本語を日本語で言い換えるということも有効です。つまり互いにそうだよと、この何とかっていう数と何とかっていう数が互いにそうですみたいな情報が問題文で与えられていたときに、互いにそうっていうものを最大公約数が1と言い換えることによって最大公約数の議論に持っていくことができたりということがあったりします。まあ、これは具体化というか、まあ水平的な言い換えだと思っているんですが、まあ、こういう日本語から日本語の言い換えっていうものも役立つ時があるんで、何かこう問題文がスッと入ってこない時、まあ、抽象的な時は日本語で具体化する。で、日本語であったとしてもなんかこれをうまく言い換えられないかみたいな視点を持っていると発想が浮かびやすくなるかなと思っています。じゃあ最後の例題ですね。4問目、サイコロを N 回投げてそのうち M 個の目が K になる確率を PNMK と置くことにします。この時に PN たす 1M たす 1K っていうものを PNMK と PNM たす 1K を用いて表せっていう問題です。まあ、適当に作ったんでもう本当これでもかっていうぐらい抽象的な設定になってますが、これをぜひ考えてみてください。で、まあ、詳しい設定省略してますが、まあ、M っていうのは0以上 N 以下で、 K はサイコロの目なんで、まあ、1から6ですね。で、サイコロの目は同様に確からしいとします。よろしいでしょうか。まあ、これは思考プロセス1の1の方ですね。これも活かせる問題だと思うので考えてみると、つまり PNMK のまま考えてるとよくわかんないんで、今回求めるもので使うものそれぞれ日本語で考えると何を表しているかというと、まずこのメイン部分ですね、 PN たす 1M たす 1K っていうのは要するにサイコロを N たす1回投げるよと、そのうち M たす1回が K なんですね。で、それ以外は K じゃないものが出るというような確率を何で表すかというと、 PNMK っていうのはまあそのままですね、 N 回投げて M 個が K で、 PNM たす 1K っていうのはこれもやっぱ N 回投げてるんですね。で、 M たす1回 K が出てると、で、それ以外は K じゃないものが出てるよと、この2つで表せって言っているんですが、要するにどっちもこれ N 回投げてる確率なんですね。で、今回表したいのは N たす1回投げて M たす1回が K になるような確率なので、まあ推移図を書きたくなりますよね。つまり N たす1回サイコロを投げた時に M たす1回 K が出てるような、そういう状況って、じゃあその前の N 回の組でどうなってるかっていうと、その時点で M 回 K が出ているか、もうすでに M たす1回 K が出てるか、この2つしかありえないですよね。これあと1回しかないんで、これ最後1回投げてもともと M 回しかなかったけれども K が出るっていうことが起これば M たす1回 K が出ることになりますし、もともとも M たす1回 K が出てたら K が出なければ M たす1回 K が出てることになると、 N たす1回の場面でですね、ということなので、これに6分の1をかけて、こっちは6分の5をかけたものですね。これを足したらこれになるなっていうことが見えます。ということで、まあ、P のままだとよく分かんなかったんですが、それぞれの P なんちゃらっていうのがどういう確率を表しているのかっていうのを日本語で表してあげることによって、じゃあちょっと推移図考えてみようということで、推移図が考えやすくなって理式がしやすくなったという発想、これが思考プロセス1の2で言ってる内容です。まあ、今はちょっとあえてですね、N とか M とか K はそのままやってみたんですけれども、ここもやっぱり思考プロセス1の1の生かしどころで、これでちょっと頭がこんがらがっちゃう方っていうのは N とか M とか K をそもそも具体化するという発想がおすすめです。つまり例えば N イコール3とかにして M イコール2で K イコール1として考えてみてください。そうすると今やりたいことっていうのは P431 を P321 と P331 で表すという問題に切り替わるので、じゃあそれぞれを日本語で具体化していくと、 P431 っていうのは4回サイコロ投げて1が3回出るという確率を表しています。で、 P321 っていうのは3回投げて1が2回ですね。で、 P331 っていうのは3回投げて1が
3回出てると。でこの2つで表せっていうことで、要するに4回投げてるんですが、3回目終了時点で1が2回出てるか3回出てるかしかないですね。他から移動してくる可能性はないということで、じゃあ3回投げて1が2回、じゃあ4回目で1が出ればいいよねと。で3回投げて1が3回出てれば1以外が出ればいいんで、6分の5をかけて、でこの2つっていうのが排反なので、足し上げれば4回投げて1が3回出てる確率が出るなということで、離式がスムーズにいきます。あとはこれを、まあ、次回のテーマではあるんですが、まあ、抽象化させて、じゃあ文字でも同じ式成り立つねってことを理解できるかなと思いますので、まあ、この例題に関しては思考プロセス1の1、1の2、まあ、どっちも重要になってくるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、具体化ということで思考プロセス2つ紹介しました。1つ目は変数を具体化すると、で考えやすい値を代入することで抽象的な問題設定から、じゃあどういう離式とか処理をしていけばいいかっていう方針が立ちやすくなったよと。で2つ目は関数を具体化ですね。で特に、まあ、離散関数の場合、何々の確率を P なんちゃーと置くとか、何々の個数をこれこれで置くみたいな抽象化された設定の時に、それを日本語で言い換えることによって離式がしやすくなるという話でした。でこれまで自分が動画で解説してきた過去問の中で、この思考プロセス1の1、1の2が役に立ったものっていうのをここに挙げさせていただきました。まあ、全部ダーッと確認してきたんですが、思考プロセス1の1の方が圧倒的に多いなと思いました。もう明示的にこれは1の2かなと思った問題3つしかなくて、まあ、全部東北大だったんですが、この3つで、あとはやっぱ変数を具体化させて最初の方針考えていくみたいなところが多かったです。特に志望校が9定大の方とか、レベルの低いものからですね、ぜひチャレンジをしていってもらえたらなと思います。ちょっとこれ全て概要欄に貼るのはかなり辛そうなので、まあぜひこれまでの動画全部検索できるアプリ OK 活用してもらって、調べて解いてみていってください。ではこんな感じで、あと第2項、3項、4項、5項までですね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。